こんにちは、のぶです。では505日目ネクロール、チャレンジ連続15回、今日もやっていきたいと思います。もうそうですね、3つですね。やっぱり1番はボールが肩から離れるこのタイミング、これをやっぱり、気をつけることで、上げすぎない、ボールを上げすぎないで、あとはそうですね、なんだっけ、そうキャッチするそのスピードを速くするというところですね。でコンパクトに上半身は回すという、大きくは回さないっていうことですね。これちょっとしっかりしていきたいと思います。ではいきます。上半身は上。しちゃいますよね、お決まり。あれですね、なかなか難しいですね。なんだろう、でかいね。でも
まあ、タイミング遅っ。雨。おー。